はい、こんにちは。税理士コアミナミの YouTube へようこそ。クラウドファンディングを自分で2回もしてみたり、西野明弘さんの講演会を主催したり、YouTube をしたりしている事業専門の税理士です。今日の動画はですね、こちら、やってはいけない節税について取り上げたいと思います。やっぱこのとっつきにくい、税金とかお金とか確定申告の話って、少しずつね、土台を積んでいて、基礎を積んでレベルアップしていて、次のステップに行っていただければいいなと思っているので、なるべく、わかりやすく、まあ、楽しく学んでいけたらいいなということで、YouTube の方の動画で頑張ってね、公開してますので、今日もぜひぜひお付き合いください。今日の動画はこちらです。やってはいけない節税。本日の目次を紹介したいと思います。本日の目次がこちら。一つ目ですね。まあ、これは節税じゃなくて脱税になるものですよっていうのが一つ目です。二つ目は、ネットや同業からの情報ですね。まあ、噂とかネットの情報について話をしていきたいと思います。で、三つ目が経費の浪費ですね。経費を、まあ、むやみやたらに上げるっていうのがどうだろうかという三点目の、これが節税でどうだろうかという。4点目がその他最後、注意点を説明したいと思います。本日の目次、内容はこちらになります。はい、それでは順番にね、説明していきたいと思います。こちらです。やってはいけない節税ということでね、もう一個目次の方を紹介します。こちらになります。順番に見ていきますね。やってはいけない節税。1番、2番、3番、4番の順番でいきたいと思います。まず1つ目ですね。こちらは脱税ですよ。節税じゃなくて脱税ですよというものです。どういうものかと言いますか、脱税にあたるものは売上ですね。売上をごまかすってやつ。これが一番悪質と税務署の方も取られます。要は売上をあるのになかったことにしたりとか、現金でね、もらったものは計上していないとか、こういう売上を抜くというのは、これは節税ではなく、脱税になります。仕入れですね。これも同じです。仕入れをしていないのに架空の仕入れをの領収書を切ったりとか、店舗がね、いくつかあるお店同士とか、あとグループ会社とかでですね、お互い仕入れがないのに仕入れをしたことにしているような領収書をどちら両方ともって切って節税というか、まあ、これはもう脱税ですよということです。だから嘘をついたりするのはダメということですね。小細工をしたりとか言うと細工をしたりするのもダメです。だから売上を抜くのが一番ダメですのでお気をつけください。売上は必ず漏れなくすべて、細かいものまで必ずすべて上げるようにしてください。だから通帳に入ったものを、お客さんから現金でもらったものもそうですし、すべてきれいに上げてください。あとこちらですね、経費や在庫も嘘をつかない。もう経費も空経費っていうのをしてしまったりとか、プライベートで飲みに行ったようなものを接待交際にあげたりとか、誰か、自分はね、払ってないのに、誰かがまとめて払った領収書をちょうだいとか、拾ったりとかね、駐車場のパーキングとかで他のやつ落ちてるじゃないですか。周りをなんか拾うとかいう噂も聞いたことありますけど、そういうね、ことは嘘にありますので、自分の良心と心に聞いて、まあ、やましいものじゃないかっていうものを自分の中で。してください。で、経費や、あと在庫もね、カウントの数をかさ増ししたり減らしたりってすると、利益の金額が変わってきますので、こちらの方も脱税に当たります。在庫の話がね、なんで在庫数えるときに金が変わってくるんですかっていう話をたまに聞くんですけど、簡単にですよ、まあ、ざっくりとね、こういう感じですの説明しようかなと思います。多分皆さん機種に、前期の残りがあるはずなんです。例えばこれが5万円分残ってて、で、今期仕入れしますよね。仕入れします。これが例えば20万円だったとしますと。そうすると合計25万円になりますよね。で、期末の段階で在庫を数えるんですね。いくつ残ってるのかなっていうの。これがね、例えば5万円だとします。と、ビジネスってこうずっと続いてるので、ここの1月1日から、12月31日で、前期からの繰り越しの期収分と、この仕入れですね、今期仕入れた分は売り上げに上げるというか、まあ、お客様に売るものになりますので、そちらの方は経費になるんですけど、ここの辺のね、まあ、11月下旬とか12月頭に仕入れて売れなかったとか、まあ、もっと前に仕入れていてもちょっと人気がなくて、在庫が残ってるって場合はカウントして、こんだけはまた次の期にも使いたいので繰り越すんですね。なのでここの金額を、こことね、5万円と例えば20万円で25万円ですよね。で、まだ使うので25万円からこの5万円も引くんですね。で、経費は仕入れの経費が20万円今年はってなるんです。だから例えばここを、もっとね、減らしてもうゼロでしたよっていうふうにすると経費が変わってくるので、それによってあと税金が上がったり下がったりってこうできるんですよ。仕組み上。なので、
在庫もきちんと数える。まあどちらにしてもこの脱税の方で一つ言いたいことは、こう嘘はついちゃダメですよっていうことです。嘘をついたら脱税になります。こちらお気をつけください。本当にわざとじゃなくても、ね、知らなかったとかね、あのたまたま漏れてたっていうので、あの税務署の方が完全に抜けていると絶対にこう載せていきますので、でもし、それが多かったというか、少なくても多くても一緒なんですけど、売上が漏れていたら、こちら、最初に出した確定申告書よりも売上の方が漏れているので、売上はもっとプラスになるわけですよね、要はね。だからその分上乗せになって税金も上がるんです。だからその税金分を後で修正申告ということです。税金の計算をし直して税務署の方に申請して、遅れている場合は利息がつきますので、税金にも利息をつけて、で悪質な場合にはさらにあのペナルティとして重加算税というものが課されて、あの修正申告しないといけませんので、その後でね、去年だけ1年じゃなくてこう遡れるので、その何年かを3年分まとめてドーンと後でね払ってくださいって言われると、なかなかまとめて税金を何年か分を払うってきついんですよね。まあ、基本的に一括払いですし、なのでお気をつけください。これは本当にやってはいけません。で、次に行きまして、次はこっちですね。ネット情報。これね、よくあるんですけど、要は同業とか友達とかビジネスしてる同士で、なんかこれ経費に私全然入れてるよとか、え、入れてないの？これ全然私セテコスタッフ入れてるとか、消耗品として切ってるよとかいう風な話を、まあ、やっぱ情報交換として出るんですけど、それを鵜呑みにして、あの自分もね、同じようにしとけばいいだろうというと、それはあのとても危険な方法です。鵜呑みにしてそれをね、そのまましで節税するのはちょっと問題かなと思います。あとこのネット情報ですね。ネット情報もなんですけど、私も、ね、たまに見てね、え、あ、え？っていうのがあるんですけど、今 SNS もあるし、なんか Yahoo の知恵袋とかああいうところでなんかいろんなこう経理や税金についての質問が飛び交うんですよね。でそれに対してアンサーがあるんですけど、なんかたまたまそのアンサーを見たときに、なんかこのアンサー全然違うっていうか間違ってるなっていうものももちろん中にはあるので、あの鵜呑みにしない方がいいと思います。なので、ネットで情報をするときは検索の情報公開している先の信頼度ですよね。だから他の税理士の先生のホームページに書いてあるとかブログに書いてあるような情報は信頼を受けるので、あ、なるほどなるほどって言って取り入れてもらってもいいんですけど、例えば素人さんの、情報だったりとか、税金やそういうふうに言うか、あんまり詳しくない方、プロでない方の情報を鵜呑みにしてしまうと間違っているケースが多々ありますので、そこはお気をつけください。あとね、同業でもね、あの、ダメですし、あとビジネスしてたらいいというわけでもなくて、法人と個人によってもまた違ってきますし、同じ個人事業だとしても、職種が違えば、あの、ちではあげれるけど、こっちではあげれないというケースが本当に、実際本当にそういうあの項目ってたくさんあるんですね。なので、同業やネットの情報は鵜呑みにしない。良くない節税です、鵜呑みにするの。で、皆さんこの申告時点で不明って書いてあるんですけど、皆さん申告、確定申告するじゃないですか。で、確定申告して出した、あ、終わったと思って、それはいいんですけど、なんか合ってるかどうか不安だなと言って、もやもやしたまま出してるかっていませんか。もちろん税理士入れて、あの、プロの、ね、人にちゃんとチェックして見てもらえる場合は大丈夫なんですけど、自分で作成して作ったものをそのまま出して、何の音沙汰もなくて、あ、でも何の音沙汰もないし、連絡もないし、合ってたのかなって思う方いらっしゃると思うんですけど、確定申告って、例えば印鑑が忘れてるとか、マイナンバー入ってないよとか、口座の名義が違うよとか、そういうあの大きな問題がない限り、税務署の方から電話ってかかってこないんですね。そのままもう通過していってしまうんですよ、基本的にも。答えが分かるのって、だから税務調査で分かるんですよ、初めて。自分が確定申告して出した申告内容が合ってるのかどうかっていう答え合わせは税務調査がないとわからないんです。だからずーっと何も言われないから大丈夫だろうと思ってしていた内容が間違っていたら、税務調査で全てそれを過去分何年か分遡って訂正していかないといけないんですですので、こう申告時点では不明ですので、もし同業者がそういうふうにしてるって言っても、それが合ってるかどうかっていうのは本当にわからないんです。だから結局答え合わせは税務調査です。ですので、あの本当にお気をつけください。その時になってね、例えばその税務署の職員の方に、同業もそういうふうにやってるって聞いてましたとか、あの人がこう言ってたんですって言っても一切通用はしませんので、こちらの節税情報本当にあのお気をつけください。でもむやむやでね、なんとなくやって終わってる、不安だなってんのかなっていう方はいらっしゃると思うんですけど、答え合わせがあるのは税務調査ですので、ネットや同業の情報は参考にするのはいいんですけど、鵜呑みにすると間違った節税方法な場合もありますので、お気をつけください。じゃあ次行きましょう。じゃあ次がこちら、
経費の浪費ですね。経費を確かに使えば使うほど税金って安くなるんですよ。でその仕組みがどうしてかっていうと、ちょっと簡単にね、ざっくりこう1年間の売上があって、税金ってこう経費払えますよね。で税金ってここの儲け部分に対してかかってくるんです。基本的にざっくり言うと本当に分かりやすくざっくりですにかかってくるんです。なのでここの経費が増えれば増えるほど税金ってこう圧縮されて安くなるんですね。ここがね小さくなるので、なので皆さん経費を上げたがるんです。こう年末になったら、先生税金あんまり払いたくないんですけど、何か経費使うもんありますかとか、これ経費になりますかねとかいうので、ね、持ってこられる場合あるんですけど、そのレシートがね家族での旅行だったらもうダメですし、本当に必要なものかどうかですね。まずね、第一の本当にその経費必要ですかっていうことです。だから使うことによって確かに税金は下がるんですけど、それはビジネスにとって本当にいるものですかと。そんな必要でもないものにお金をだんだんどんどん使っていってしまうと、どん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 手元の金額は持っているね、ビジネスしている自分のお店のプール金っていうのは減っていきます。なので本当に必要なものならもちろん買えばいいと思います。例えばこれを買うことによって生産性が上がるとか、広告宣伝費することによってお客さんの集客につながるとか、何かね新しくこういうネット販売をするっていうので、それにかかるようなものを経費に上げるとか、そういう自分のビジネスに必要なもの、もしくは売り上げが上がるもの、集客になるようなものにつながるようなものであれば経費として使えばいいと思うんです。でも必要でもないようなものを機械買ったりとかね、パソコンも買ったば去年買ったばかりにまた今年も買えるとか、そういうふうな経費の浪費っていうのは間違った節税になると思います。ね、同じパソコン買うでも今年また新しいスタッフが入ったからその子のためにもう1台買うんですとか、そういうのは OK なんです。必要な経費のどんどんね使ってもらってもいいんですけど、経費の浪費になるかを一度どうか解いてください、自分の中で。で、あとこれですね、説明ができる経費がどうかです。これも、先ほどちょっと例に出しましたけど、家族で行った、旅行代金を、これなんか研修費みたいな感じで上げていいですかとか、まあ、プライベートで履く靴なのに、これ作業靴なんですっていう、そういうものってやっぱ結局みんな後ろめたい気持ちがあるので、説明ができないんですね。これはビジネスに必要なもので、ビジネスの売り上げが上がる、もしくは集客が上がるというような、説明があって経費に初めて上げることができるんです。だから全くのプライベートっていうものはできませんし、後ろめたい経費は上げない方がベストだと思います。どっちかなと迷うものであれば、よく自分の中でね、これって本当に大丈夫かなみたいな、もちろんギリギリのところで入れれるものもありますし、全額はできないけど何割かっていう方法もあります。でただ皆さんね、なんかいける絶対大丈夫大丈夫とか、これビジネスで使うんですよって言うんですけど、実際にじゃあ税務署の職員の方が来て問い詰められた時に、きちんとこうこうこうで、このためでこういう風なので必要なんですかって説明できるかどうかです。詰まったりなんて言うんですかね、それはもう相手はそういうプロですから、向こうもねそういうのをずっと仕事にして人と対面しているので、大体バレると思ってきてください。だから必要ができる、後ろめたさもなく、きちんとこういう理由で使える経費なんですっていうのを、ものを経費に上げるようにしてください。必要の重いものを買ったり、プライベートのものをガンガン上げたりってするのは間違った節税だと思います。じゃあ実際にこの、ね、経費じゃあ浪費してどうしてダメなの、手元って、ね、どうして手元に残らないのっていうのを分かりやすくちょっと図に書いたので、こちらの図の方で説明したいと思います。これを見たらよく分かります。分かりやすくするようにかなりざっくりとした数字なんですけども、こちらですね、こちらは、節税対策をした場合、こちらは、節税対策なしの場合ですね。利益が500万だとします。はい、でこちらは節税で、経費を、ね、買いました。大きいものなんか機械ポンとか買ってもいいですし、こまごましていくつか集めたら300万ぐらい。300万経費使いましたと。かたやこちら、分かりやすくするようにゼロになってますけど、経費ゼロってあんま実際に現実問題ないんですけど、比較してはもう分かりやすくするようにゼロにしております。でこっちは経費はゼロだったと。そうすると残りってここですよね、200万円ですよね。売上から経費を引いた残りが、税金がかかってくる儲けの部分になりますので、こちらが200でない場合はこちらはそのまま残りますので500万が残ります。じゃあ税金はどうなるかっていうと、30% で統一しますね。こっちもこっちも 30% かかったとします。ただ税金 30% といえば60万円ですよね。でこちらは500万の 30% で税金は150万払いました。じゃあこちらの60万と150万 どっちが税金安くなったかって言えば、やっぱこっちですよね。経費に何かに使った場合の方が税金は安くなります。
でもここでそうなんです。ここが大事なんです。手元のお金はどうなってますかってことです。こちらの手元のお金がこちらですと140万円、こちらは350万になってますよね。手元にお店に残るお金の手元が全然変わってくるんですね。もちろん無駄な、ね、税金は払う必要ないので節税するのはいいと思うんですけど、あんまりこう節税しすぎて無理に、だから浪費、先ほどで紹介した浪費したとしても手元に残らないので、ビジネスってその、ね、今年去年来年ぐらいがガンと売り上げ上がってもう儲かったからじゃあやめようみたいなものじゃなくて、まあ、ずっとコンサルに続けて、まあ、基本的に継続していこうと思っているものじゃないですか。せっかくね皆さん好きで始めた、まあ、お店なりビジネスなり持ってると思うので、それをですね、何があるかわからないので、こうビジネスするに最初に買った機械が壊れるかもしれない、修繕費がかかるかもしれないし、まあ、お店ね最初のあれとは違ってリフォームかけたくなるかもしれないし、買ったトラックがね急に壊れて買い替えが必要になったり修理が必要になったりする場合もありますし、今回のようなコロナのような打撃を外部から自然災害とかそういうものによって受けてしまって、こう軍資金というかね、こう生き残る体力のお金が、これで見ても分かるようにどっちがありますかって言ったらこちらですよね。万が一何かあった時、しばらく1ヶ月2ヶ月もしくは半年、まあそれはそれぞれ違うと思うんですけど、まあ給料が最低限出せるとか自分の生活費にちょっとなるとか、まあ仕入れがねこの中から出して何ヶ月か分かはなんとかお店がね回せれるよっていうような、こういう手元金がないと、ビジネスって続けれないんですよね。最初に建てたお店もだんだん古くなって10年20年って経ってきた時に、ここをちょっとリフォームしないといけないのとか、お客さんがね来るためにこれはちょっと良くしないといけないなってなった時に、こう毎回毎回使い切っていて経費に、まあ、税金は安くなったとしても手元に残っていなくて、ビジネスを続けるため継続するための大きな投資ができなかったりとか、今言ったようにこうリフォームができないとか、借り入れしてもまあそれはいいんですけど、借り入れするとやっぱり利息も払わないといけないですし、自分のねそう思ったタイミングで借り入れがポンと降りるかどうかも分かりません。ですのでやはり手元にいくらかプール金としてこう残すという癖ですね。だから税金は確かに安くなるんですけど、このバランスですね、バランスをよく自分の中でこう見てもらって、これぐらいこれは必要なものだからって言って買えばいいですし、経費に上げればいいんですけど、まあ、無理やりね無駄なものまで上げる必要はないですよっていうのは、この表を見れていただければ分かったのではないかなと思います。さあ最後ですね、その他の注意点ということで、これなんかね皆さん私は思うんですけど、私がこの税理士っていう職業だからもちろんその質問をしてくるっていうのはすごくわかるんですけど、税金だけで判断しようとするんですね。なんか消費税は払いたくないから法人化にするとか、その所得税をもっと安くしたいからこうどうすればいいですかって、こう税金だけ見て判断するんですね。まあ税金だけ見て得損を決めて、まあそれでも確かにいいんですけど、そうするとなんかどっか他のところに歪みが出てくるんです。じゃあ税金だけで見て得だからこういうふうにしていこうって言ったら、ビジネスをしていくのってやっぱなんか誰かの役に立ちたいと か、 なんかお客さんにこういうサービスがあったらいいなってしているとか、まあ、自分がこの仕事が好きだからしているわけであって、税金だけでこの良し悪し損得を考えていくと、そのビジネスがこう曲がった方というか違う方に歪みが出る場合があるんですね。だから私いつも思うんですけど、その税金だけで判断をしない、もしくは所得税だけで判断しない、他の消費税も見る。で消費税と、ね、所得税は良くても、住民税が上がるとか国民健康保険が上がるっていうケースもありますので、トータルで結局お金って、まあ、ビジネスもそうですし、家計のこともそうですし、トータルで、判断して自分の人生とこのビジネスをどうしていきたいかっていうので判断してほしいなと思います。だから税金だけで判断をしないってことですね。消費税を払いたくないから安易に法人化にして、なんか法人化にした途端に、なんかこんな思ったようにいかなかったとか、逆に税金が高くなったっていう方もいます。もちろんね、法人化することによって税金浮いたとか下がったっていうふうに節税につながったって方もいますけども、そうじゃない方もいます。だから税金だけで消費税を払いたくないからとか、こういうふうにしたくないからっていうだけでこう大きな判断をしてしまうと、後々後悔する時もありますので、一回ね法人化にしてしまうとなかなかまた個人事業に戻すのって、戻そうと思っても手続きも大変ですし、簡単にそのね会社を辞めるとか畳むっていうことは難しくなってくるので、お金もかかってきますし時間もかかってくるので、その税金だけでね安易に消費税払いたくないから法人化しようかなみたいな感じで税金だけで判断しない方がいいかなと思います。じゃあ今日の動画をまとめると、もしかも風刺を出せばいいかな、まあ、やってはいけない節税ですね。なんか一つ目は脱税というか、嘘はダメってことですね。売上をごまかしたり、資料をごまかしたり、嘘はダメってこと。情報を鵜呑みにしない。
無駄な、ね、経費、わざわざいらないものを買ってまで手元の現金が残らないようにする必要はないですよってことです。そして4番目が注意点として、税金だけで判断するんではなくて、トータル、ビジネストータルを見て判断して、うまくビジネスの経営をやっていってほしいなと思います。はい、じゃあね、今日のね、動画の内容は、以上になります。はい、では本日の動画もね、最後まで見ていただいてありがとうございました。コメントしてくださる方、感想してくださる方、いつも基本的に気づいたものは全て目を通させていただきます。取り上げてほしいテーマがあったりとか、質問がある場合、簡単な質問でしたら、その YouTube のコメント欄の方で答えるようにしてますので、ぜひぜひ、してみてください。で、今日のね、内容を聞いてね、なんか、チャンネル登録と、高評価ボタン、の方もお願いします。 YouTube の、ね、チャンネル登録と増えていきますと、私のモチベーションも上がりますし、やる気も出てくるので、コメントいただいたりとか、こういう風な感想をいただけるとモチベーションが上がるので、続けていける、ご協力の方よろしくお願いします。私はオンラインサロンの方も運営してまして、オンラインのサロンの方ではね、税理士をオンラインに雇うという形で、質問や、ね、相談が、税金やそういうビジネスに関しての質問が無料で、月回線の中で無料でいつでもできるっていうメリットと、私が毎日、平日毎日メルマガみたいな感じで投稿してるので、役に立つ情報だったり、税金の話だったり、ビジネスに関する話だったり、私の体験談を言ったりとかね、こういう感じで起業してこういうふうにしましたよとか、どうして YouTube をやり始めたとか、そういう裏側も見せていますので、YouTube やノートのその実際のデータ的なものもお見せしてますし、全てそちらの方で公開しております。なので、興味ある方はぜひぜひチャンネル登録の方と、概要欄にURL など貼っておきますので、本日の動画で、ね、必要な、もしリンクがあれば、そちらの概要欄の方に合わせて貼っておきますので、そちらの方ぜひぜひ見てください。じゃあ ね毎回ね、ちょっとね、とっつきにくいお金の話、税金の話、確定申告、でもビジネスしたらこの3つは必ず必要になるものなので、今後も一緒に楽しく学んでいけたらといいと思っておりますので、今日も最後までご視聴ありがとうございました。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。